皆さんこんにちは。今回もソウルシルバーの世界をスピアーと一緒に旅していきますよ。前回は渡るさんになすすべなく負けたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。気づいたら69レベルにまでなってしまっています。私の見立てではこのくらいのレベルがあればとっくに関東まで制覇してる予定だったんだけどなぁ。おかしいなぁ。今まではなんてことはなく普通に倒していたカポエラーさんが、実はカウンターを覚えていたみたいです。芝さん、油断ならんわこの人。というわけで本番行ってみましょうかね。さすがに普通の四天王でこれ以上レベルが高くなるわけにはいかないので、ここらで決めてしまいたいところです。このシリーズをやり出してから何度喋ったかわかりませんが、防御の実数値がレベル以下という状況がとにかくシャレになってないですね。渡るさんの手持ちは物理型のポケモンが多いでしょうし、この物理防御力の低さが本当に致命的になっていると思いますね。というわけでチャンピオン、ハリテヤマ戦です。金銀準拠で手持ちを想定すると、キャラドス、クテラ、海竜さん対リザードンという構成でしょうか。割と絶望感がヤバいな。割とというか、ド派手にヤバいわ。でもまあ、リザードンを抱えていたとしても、我が素晴らしいぞ。この大事な一戦での必要急所、自覚の塊ですわ。2体目は、クテラですね。ここが問題なんだわ本当に。とはいえ、今回は無傷の状態でララドスを突破できているということで、このアドバンテージをどうにか、有効利用していきたいところ。暗いすぎやろがマジで。これが地で、71レベルが適正レベルやんけ。このくらいのレベル差がないと、とも完璧だー。正直ここまでの流れを見る感じ、ここで一発で毒状態にするしか、勝ち筋はない気がします。本意ではありますが、ここばっかりは回復を駆使して、毒でちまちま削っていくしかないでしょう。こちらとしては、それしか打開策がない状態ですからね。ここで何をするべきかは、非常に考えどころですね。毒状態にできたまではいいですが、このクテラに回復の薬を使われてしまうと、非常に苦しいものとなってしまいます。可能であれば、回復を使わせずに突破してしまいたい場面です。どれを打ったら回復を使われない程度に削れるかだとか、今現在クテラのプレッシャーによって、技の PP がゴリゴリ削られており、毒好きの PP 切れを警戒しているだとか、いろいろな考えがあるんだとは思いますが、完全に気絶してるだろこれ。正直どれを打ってもある程度は削れてしまい、それプラス毒ダメージがあると、おそらく赤ゲージまで削れてしまうと思います。ここは殴る方向ではなく、身代わりを選択しておくことにしたいと思います。避ければバンバンザイ、避けなかったとしても、無駄に削ることはないですからね。身代わりは晴れないですが、耐えてくれたということでまあいいでしょう。クテラさんサイドからの岩流れで10ポイント HP が残り、確定2発だという風に思ってはいるんですが、ワンチャンこれ、乱数一発の可能性もありますよね。正直その線も捨てきれていないのが、いかんともしがたいところです。回復連打をしているうちに、実は強制乱数一発でしたー、というオチになるのが、一番怖いわ。そんなことになってしまったら、四天王を制覇するだけで75レベルとかになってしまいますからね。いいぞこれ。お互い回復で仕切り直しになってしまいましたが、いきなり岩なだれを避けることができたのは大きいわ。神かな？でもそこまで削れるのなら、これは伝説のポケモン、最強。このどうしようもない絶望的な状況を、急所プラス毒というこれ以上ないくらいの理想的な展開で、突破することができました。これがあるから最強ちゃんとの旅はたまらねえんだわ。この子はいつだって、何かを巻き起こしてくれますからね。とにもかくにも、プテラ突破です。HP が満タンの状態で突破することができたということで、相当理想的な状態だと思います。3体目は、リザードンが出てきましたね。こいつが何をしてくるかわからんのが、怖いところです。絶好調すぎるだろマジで。ポケモンの神様が守護霊として、私に味方し続けてると言っても過言ではない。このくらいのダメージ感であれば、
徴ということはなさそうですね。この大技が火炎放射ですらなく炎の牙というのは、割とびっくりですね。炎の牙の方がダメージが通るということなんでしょうか。いずれにしても、フレアドライブがとなんだこの神ポケモンは、たまげたなぁ。ここぞという場面での気合が段違いすぎるわ。これには私もにっこり。ふぅ、無事リガードンも、突破ですね。ここからはおそらく、海流3連発が来るんじゃないでしょうか。金銀の当時はドラゴン技が特殊だというのと、技の威力もしょぼかったということで、激鈴が飛んできても痛くも痒くもない感じだったんですが、激鈴が物理技になったというのと、技の威力も上がっているというのが怖いところです。素直に殴りに行けよと思う方がいるかもしれないですが、テラを強引で突破した今、絶対に負けるわけにはいきません。動画的にどうのこうのなんか、考えてられんのです。この海流との戦いで一番重要なのは、激鈴を使わせまくって、混乱状態にしてしまうことですからね。勝率が高くなる行動をとっていくのが大事なのですよ。これで激鈴3発目、海流さんは混乱状態になってくれます。これで5割の確率で相手は行動できないということで、その隙に攻めに転じていきたいと思います。とにかくこの戦いは、現実に立ち回っていきますよ。いいぞこれ。話がわかる海流さんだこと。その調子でどうにか、自分を殴り続けてくれ。完璧すぎる。乗るしかねえ。この好調という名のビッグウェーブに乗るしかねえ。ガチで今回は今までにないくらいのビッグウェーブが来ていると思います。これで勝てなきゃいつ勝つんだというレベルです。3連続自分殴り、これがポケモンというゲームなんすよ。もうそろ海流さんの混乱が解けると踏んで、また激鈴よりの身代わり連打をしようと思ったんですが、殴る隙がまだあるというのは非常に助かりますね。さすがに混乱が解けてしまいましたが、あそこまで削れているということで、このまま押し切ってしまっていいでしょう。身代わりを引き継いで後続に行けるのが、一番理想的ではありますけどもね。欲張って事故ったら、それこそ悲惨なので、押すべきところは押す。引くべきところは引くのスタンスで立ち回っていきましょう。一応恩返しや毒好きでワンパン圏内ではあると思うんですが、何を打つか悩んでいます。渡るさんが回復を隠し持っているんじゃないかという考えと、恩返しは毒好きよりもダメージが通らず、ギリギリ海流を落としきれないんじゃないかという可能性ですね。珍しく、だいぶ慎重になっています。オケオケ、無事海流突破です。PP 的には恩返しを打ちたいところではあったんですが、いろんな考えのもと、毒づきを打つことにした感じです。お次は、2体目の海流ですね。金銀の時より、レベルが多少上がっている感じですね。いずれにしても、と噛み合っている、すべての流れが噛み合い、私が思うがままに行動してきやがるぜ。無償で身代わりを張ることができたということで、このアドバンテージを武器に、ガンガン攻めていきましょう。レベル50だろうがよ、どうしたどうした、攻撃が当たらないねー。ドラゴンダイブなどという命中不安の技を打っているようでは、最強ちゃんには勝てないぞ。しゃあない。さすがに2連続では、避けられないですね。とはいえ、一発でも避けてくれたというのは、こちらとしては相当大きかったです。一応殴れば落としきれる HP ではあるんですが、相手のラス1に備えて、一旦回復をしておきましょうかね。いざという時に身代わりを張れるだけの HP は、残しておきたいですからね。アップねえわマジで。やっぱりこの人、もう一個回復を隠し持ってやがったわ。油断しなくてよかったわマジで。仕切り直しになってしまいましたが、ここでくじけずに、もう一度攻めていきましょう。完全にデジャブですわ。
HP が高い状態の時は、先に電磁波を巻こうという AI なんでしょうかね。いいっすねー。すぐに毒をかけ直せたという何やってだこいつ。チャンピオンにもなって、身代わりに電磁波を打ってくるとかどうなっとんねんこの人。身代わりの仕様をご存知でないわ。チャンピオンの風上に儲けんやつやな。渡るよ、世代交代の時がやってきたのだ。私、元い、最強ちゃんが、この地方のチャンピオンの座に君臨してやろうではないか。いい加減にしろマジで。勝負に勝てないからって、わざと負けようとして動画を盛り下げようとすんじゃねえってのマジで。自分だけ特別に、電磁波で身代わりを貫通する仕様にしてもらってんじゃねえだろうな。渡るさんならそういうこともやりかねんから怖いわ。とかなんとか言ってたら、もう一つ回復薬を隠し持ってやがったわ。何個持ってんだよこの人。別に回復薬を何個持っていても構わないですが、身代わりに電磁波をかけ続けるの、本当にやめや。こんなこと言いたくはないですが、このゲーム、AI だけはガチでおかしいって。身代わり状態に対する AI を組み込んでないんでしょうか。ナイス急所。キッズじゃないんだからさ、試合を放棄して身代わりに電磁波を連打しないでいただきたいわ。途中までは神展開の連発だったのに、渡るさんが身代わりに電磁波を巻き続けるせいで、忖度でここまで来ているようにしか見えなくなっちゃったじゃねえか。本当に頼むって渡るさん、ちゃんとやり合おうや。いいねいいね、本当に絶好調だわ。あ、それやめろやあ。頭破壊光線のせいで、他のことを何一つ考えられなくなっちゃってるじゃねえか。人に破壊光線をぶっ放す快楽が忘れられず、他のことを何も考えられなくなってやがるわ。ちゃんとチャンピオンの座に君臨しているという自覚を持て終わってるわこいつ。さすがにこの展開は、こいつよりも出ますわ。見ている方、急に私が発狂しちゃう展開になってしまって、本当にごめんなさいね。ですがこれはさすがに、私が発狂せざるを得んわ。ニッチもサッチもいかなかったクテラ戦を、急所プラス毒ダメージでぶち抜いて、脳汁ドバドバ状態だったのに、張り手山の野郎がふてくされやがって、身代わりに延々電磁波を打ってきて、試合が終わりそうですからね。私は熱い戦いをしたかったのに、冷や水を浴びせられた気分になってしまったのです。私のこのダーカーラー、ドラゴンダイブでいいから打ってこやー。なーにやってだこいつマジで、チャンピオンとの戦いが YouTube を通して全国の人に見られているのに、身代わりに電磁波をし続けて終わるなんか、常識的に考えられんやろうが。渡るよ、お前はガチで、チャンピオン失格や。人に終わってるのはラスト2体の試合展開だっちゅうの。私には喜びもクソもないわ。お前の喜びは、動画をめちゃくちゃにしてやったわという、悪質な喜びだろうが。お前には正しい心もなければ強い心もないぞ。急に知らない人が来て、びっくりして後ろに隠れる最強ちゃん可愛い。すさんだ心を、最強ちゃんは癒してくれますね。いつまでも電磁波連打マンのことをぐちぐち言っていても仕方ないので、このくらいにしておきますか。ポケモンたちってなんやねん、たちって。最強ちゃんが身代わりを張ったら、チャンピオンの渡るさんが八百長をしてきて、発狂してたら私が勝ってました。くるみさん、私が今喋ったことが真実です。文春法をぶっ放してください。すっぽ、南蛮道路とか、そういう情報まで見せてくれるんですね。
というわけで、エンディングです。まずは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。最後の最後で私が発狂して、わたるさんに対してボロクソに言ってしまい、気分を害された方がいると思いますので、その点については謝罪をさせていただきたいと思います。すいませんでした。というわけで、感想を喋っていきましょうかね。このゲームは金銀のリメイクということで、金銀をだいぶ遊んでいた身からすると、非常に出来のいいリメイクだったと思います。動画には確か残していなかったと思いますが、秘境の街の下の方に歩いていた時、頭上にリニアモーターカーの供用がかかっていたりしていて、はい、ここをリニアが通るんだなぁという風に、非常に感慨深かったりしました。そういう点も含めて、非常に感動的なゲームだと思います。私が渡る線で発狂したように、身代わりをした際の AI は、ちょっぴり考えられていなかったというのが、強いて言うならの欠点という感じでしょうか。でもまあ、今後このソウルシルバーというゲームで縛りプレイをする場合、渡るの手持ちのレベル49の海流2体に関しては、身代わりをしてればほぼほぼ貫通できるということでしょうからね。次回からの教訓にしたいと思います。ここは身代わりをすればド安定だという風に、皆さんの参考になればと思います。今回だいぶ発狂しておいたので、次にまたこのゲームで縛りをした際は、発狂せずに戦略として、組み込んでいきたいと思います。エンディングも色々手が込んでて、非常にいいですね。ここまで登場したキャラクターが出てきていたりと、非常にいいと思います。とまあ、今喋りたいことは、こんなもんでしょうかね。まだレッド戦も残っていますし、そっちのエンディングで色々語れるといいですね。あ、そうそう、関東編に関しては申し訳ないですが、全カットにしたいと思います。正直渡る討伐まででレベルがあまりにも高くなりすぎて、苦戦することはないでしょうからね。全部ワンパンツーパンで消し飛ばしていくような試合を動画にしてたって、仕方ないですからね。お願いだから電磁波連打野郎は画面に映さないでくれ。また私が発狂してしまう。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。金銀で同じ縛りで遊んだ時よりも10レベルくらい高い状態でクリアになったということで、やはりこのゲームは金銀に比べると、難易度が高めだということなんでしょうね。レッドさんもひょっとして、結構強めなんでしょうかね。というわけで神 BGM も聞いたところで、今回はここまでです。もう少しだけ続くので、最後までお付き合いいただければと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。